はい、皆さんこんにちは、川田です。青鬼リメイク版実況プレイパート2やっていきたいと思います。前回はね、命からがら青鬼から逃げまして、で逃げ終わった後ちょこちょこ探索してパート1を終えました。いやー、前回の青鬼追いかけが怖かったですね。あ、ここはもうなんさあ、ごめん間違えた。お、皿の破片。これも新アイテムですね。皿の破片で何するんでしょうね、これ。切るのかな？耳とか。耳を切りの、で、耳についた装置ごと、協力者に渡しの、で、利根川にいいカードで、人は吹かしのと。開示をつ。ここは、なんでしょう。あ、もうなんもないね。よし、進んでいこう。さっきのね、青鬼、そうそう、これね、青鬼がね、出ることによってね、スイッチがあれにオンになるらしくて、新しいとこに行けたりするんですよね。ここも、さっき入れなかったところが入れるようになってます。お、やっぱり椅子。これは何だろう。椅子は動かすと何があるのかな。わからないね。何もないっていうのは逆に、不安になるね。開かない。ここが、あ、ここさっき逃げようとしたところ。これは地図かな。うん、地図だね。これあれだ、1階だ。1階とその奥だね。これはそうか、マップが見れる。あ、お、地図を手に入れた。これでどこでもマップ確認ができるんですね。さあ進んでいきましょう。次は3階。さっき、お、ここにも入れるようになってる。ほとんど入れるようになってるね、青鬼出現してから。ごめんね、何も考えずに喋ってるためね、結構噛んでますね。これあれ、びっくりしたわー。ヒロシ、無事だったか。ええ、なんとか。ヒロシ、お前も見たのか、あの化け物を。ええ、にわかには信じがたいことです。あのような生物が存在するなど。出入り口は全部塞がれてる。閉じ込められちまったんだ俺たち。そのようですね。手分けして探索しよう。俺は一階を見てくる。よろしくお願いします。怖かった、今のは。怖かったぜ。お、額縁の下に書かれた文字。まっすぐ伸ばして揃えて、背高順に上から並べよ。おや、これはこうひなくこう。これなかったパズルですね。マス、背高順、お久しぶり、おひくこ。これはまずいな。あまり悩むとグダグダ動画になってしまう。ああ、ほうほう。おそらくはこういうことではないか。一瞬見たときはこれ元素記号かなんかかと思ったが、もしそうだったらね、お手上げだよ。ただしそうじゃないんだな、これは。ん？何今の暗号字。まだ来た。あ、ちなみにね、今のはあの指の長さなんですよ。あの、中指、薬指とか人差し指とか、それのね、順に並べたので、バッチリ合いました。あ、というわけで、ちょっと青鬼さんがログインしてるので、すごい焦った状態で喋ってるんですけども、落ち着くために、素数を数えように、間違えた。あ、大丈夫。ちょっと落ち着いてきたぞ。ここで歩数を稼げば、いいんじゃね？怖い。ためには危ねえ。怖い。
ね、スニー踊りを。すがね、低い声のはずも、俺も、声が高くなる。それだけね、びっくりしてるというわけですよ。これ、そろそろいけんじゃないか。これで出れば、終わってる音楽。よし、来た。すいません、皆さん。生地知識がある分、察してしまいました、僕は。これはね、歩数で決まってるんですね。ある程度歩くと、その、逃げられる。時計的なね。いやー、怖かった。ここね、たけしがいなくなってるんですよね、きっと。ほーら、いない。ハンケチーフを手に入れました。ハンカチ。たけしのハンカチですかね。いやー。なんだっけ、頭の中を整理しよう。確かね、さっき、そう、指の長さで暗号を解いたんですよね。そうそう。それでね、説明をしようとした途端、ブルーベリーが来るもんだから、びっくりしましたよ。これなんだろうね。これは、ちょっとわからないぞ。まあいいや。パスを使うべき場所に行ったら、また考えましょう。メモを手に入れた。メモを手に入れましたぜ。これはね、おいし、え、あれ、なんもないの。でね、またごめんなさい、若干知ってるので、さっきのもね、なんだか、おいし、あ、こっか。さっきのね、確か鍵盤なんだよね、ピアノの。まあ、ネタバレしながら行くっていうのもね、なんか失礼な気もするけど、まあそういう心構えで皆さんに言ってもらえれば。よし、みんな、ごめん、このポイントはね、リメイク前のにもあったから知っているんだ。何を知ってるかって、そりゃそうさ。おお、こんな血ついてたっけ。でね、ごめん、心構えしてから行くわ。これをね、解除、画面を元に戻すと、はい、鍵盤にペンキがこびりついていますね。そんなことはどうでもいいんです。だって、ほら、あれ？来ない。だと？来ないの？だって、ここでさ、青に来て、うわーっていうさ、シーンだったじゃん、これ。え、来ないんだ。何それ？おい、びっくりした、俺の、この、心拍数。返せ。ああ、怖かった。現れてないのに怖かった。ちょっとセーブをこまめにね。なまっちゃったね。これさ、ああ、来ちゃった。怖い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 。いやー、今回のこのゲーム実況の一件で、僕は意外とビビリだということが自分でも分かりました。座ってるわけじゃないけどね、これは怖いですよ。よし、あ、やべ、こっちってさ、あー、よかった。危うく逃げられないとこでしたね。これここ逃げられないポイントですからね、端っこは。でさっきここを、これもあれだね、マップ変わってるね。お、なんかあった、ライターを手に入れた。燃やそうぜ、もちろん、この家を。おお、畳。趣味悪い建物だね、ここ。なんかもうちょっとさ、美的感覚のあるさ、レイアウトにしたらいいんじゃない。まあ、そこは、口出しするとこじゃないけどね。これね、ホラーゲームの気分を盛り上げるために、わざわざね、牛蜜時を狙って録画してるんですよ。さらに今日は暖房もつけずに、身も心もね、凍る思いでやってるわけなんですよ。あー、ホットミルクうめー。はい、じゃあ続きいきましょう。あ、ここは、ん？この直線は何を意味しているのでしょうか。ああ、さっき地図があったところね。なんだろうね。
いや、これ全然わかんねえな。ここはさっきね、ブルーベリーにあってびっくらこいた場所ですね。寝室、さっきここ下降りても何もなかった。今度どうしよう。お、上まだ、お、屋根裏部屋の鍵を使いました。ここもね、ちょっと怖いな。なんかあるんじゃね、これ。これは、あれだね。こう、隠れられるポイントですね。スニーキングミッション。何これ？これはバグですか？仕様ですか？また何もないんだね、ここ。ほうほう。ここはたけしがいなくなってハンカチを。アイテムちょっと調べてみましょうか。洗剤。お！洗剤をハンカチにつける。ありえるイオンパワージェルを洗剤つけました。そしてハンカチ洗剤を染み込ませたもの、これどうすんの？なんか洗うんですかね。洗濯機ぶち込みに行ってきましょうか。この前のここブルーベリー出そうだね。あ、いつ出てもいいように心の準備だけはしておきたいですね。ただしたところであいつは突然やってくる。そう、出会いは突然に、ラブストーリーは突然に。さあ、わからなくなってきました。そろそろ寝ようと思うんですが、まあ尺的にそろそろ切っても大丈夫だよね。ただね、これで切っちゃうのはね、なんか進展になってから切りたいな。洗剤をハンカチで染み込ませて、あ、さっき皿の破片も手に入れたんだよね。これどうすんの？なんだろう、耳切らないのかな。わかんないな。まだ行ってないとこは、ここは、ここ、あ、このさ、上になんか乗ってる気がするんだけど、これは何？柄？それともやっぱなんかある？いやー、わからないね。ここは鍵がかかってます。こっちはあのピアノがある部屋だよね。あ、そうだ、わかった。さっきさ、ピアノが汚れてたじゃん。これをさ、洗剤を染み込ませたハンケチーフでゴシゴシしましょうか。6、7、9、これの意味するところはわかりませんが、ちょっと身構えてから行きますよ。出るかな、出るかな、出たーい。あー、出ちゃったー。出ないで欲しかった。でも出てしまったので。おや、よーし、図書室。ここは広いので、逃げるポイントがいっぱいあるよ。危ない。鳥肌がいっぱい立ってます。よし、落ち着いてきたぞ。そうだな。ちょっと、モノマネでもしようか。キリンです。定番です。これ、あ、今思い出したけど、あの実況プレイヤーの方にね、キリンさんって方がいらっしゃいますね。ちょっとね、その方の動画を僕見たことないんですけど、もし同じネタやってたらちょっとパクリに値するので、ちょっとわからないけど謝っておきましょう。ごめんなさい。はい。どっちから来る？こっちは。よし、そろそろ出れば大丈夫なはずだぜ。おいやす。イエス。おいやす。オッケー。それじゃあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。